KDE プラズマプラズマはデスクトップ環境の KDE のグラフィカルシェルである。KDE ソフトウェアコンピレーション4以前のバージョンにおける KDESCO タップシェル、キッカータスクバーやスパーカーンバーウィジェットエンジンから一つの統一されたワークスペースに置き換えるという KDESC4 へのメジャーバージョンアップに伴う大きな変更の一つであった。その他に 画面の解像度によらないインターフェースを導入し、どの画面の大きさや解像度であってもデスクトップの表示を理想的なものにすることなどの目的を持って設計されている。プラズマのアップレットは、プラスメイドと呼ばれ、情報の表示を行うウィジェットや電卓、辞書のようなアプリケーションなどがある。プラズマの重要な機能の一つには、タスクバーのようなパネル、デスクトップアイコンやウィジェットは、 同じ方法で作成されるようになるため、それらをもはや区別しないということが挙げられる。プラズマにおいて各コンポーネントはデータエンジンとコンポーネントの表示を担当する部分に分けられる。これによって与えられたデータを表示しようとする際に必要なプログラミングの労力を削減することやデータエンジンとビジュアル面のコードを独立して容易に記述できるようにすることが意図されている。 KDE4 の後期にクメに置き換えるラプターはプラズマを積極的に利用することが見込まれている。プラズマはコンテナと呼ばれる他のアップレットを含むアップレットを扱うことができる。コンテナの例にはデスクトップの背景とタスクバーを挙げられる。コンテナは画像や SVG、動画、オパングルなど開発者が任意に構成できる。 コンテナには主に画像が用いられるがユーザーはどのアプレットでもその機能を損なうことなくデスクトップの背景に指定することが可能。またアプレットはデスクトップとタスクバー間でドラッグして移動することが可能でありタスクバーと分割して表示することができる。プラズマのウィジェットはスケーラブルであるためどんなサイズへの変更や回転もわずかな時間で細用ができる。また クロススクリプティングフレームワークが導入されるため、開発者は、ウィジェットを C 以外のプログラミング言語でも記述できるようになると見られている。また、ウィジェットは自身のサイズを認識できるので、それに合わせた情報量を表示できる。プラズマは他のウィジェットもサポートする。スパーカーアンダはすでにサポートされており、MAX に搭載されているダッシュボードや、オペラブラウザウィジェットは、 KDE4 の以降のリリースでサポートされることが予想されている。プラズマに予定されている改良点のほぼすべてはキャンバスモジュールによるウィジェット表示機能やウィジェット内部で HTML や CSS を容易にレンダリングするため QT に移植された WebKit など QT4.4 に含まれる新機能を利用するものである。他にもドキュメントの整備や既存のウィジェットの改善。 上調コードの置き換え作業などが行われる予定である。linux.com, kde, s-plasma is heating uphat c o m m i t d i g e s t o r g 2 2 n d j u l y 2 0 0 7ありがとうございます。